こんな感じで、もうほんとサッとでいいっすよ。ちょっと醤油、はい、これで和えていきます。ベーコンポパイガリバタ醤油ワンパンパスタ完成です。はい、ワンパンマンアルデンテです。今日の入りは、平泳ぎでした。お家でやるパスタの中で最も人気の高い3アイテムを使った、ど真ん中ワンパンいきたいと思います。1個目ベーコン、2個目ほうれん草、3個目キノコ、この3つなんですよ、ベーコン、キノコ、ほうれん草、そしてニンニクを使って、一番オーソドックスな和風、ニンニクバター醤油味でやってみたいと思います。やったかかったできた、やっとやっとこできた。軸まあいいんじゃないですか、食べたい人は入れちゃってもって感じなんで、まあ今日は入れちゃいます。あの口の幅よりも小さめがポイントっすね。大きいと口をたくさん開けなきゃいけないんで、あの食べにくくなっちゃうんで、それよりもちょい細細っていうか短めで、まあキノコはもう適当に裂いてください。裂きまくれキノコ、ベーコンまあ適当に好きな感じで切ってください。ディーコンっていうのが、ベーコンじゃなくてディーコンっていうのが、ネットフリックスの、あ、ネットフリックスじゃない、アマゾンプライムのスワットっていうドラマで、ディーコンっていう人が出てきますね。誰も多分分かんないと思うんですけど。ディーコン、ディーコン。で、ニンニクをみじん切り、切っていきまーす。いきます。あーやっちゃった、ちょっと少ない、ちょっともう一回足してもらっていい、足してもいいですか、ちょっと少ない、これは本当に少ない、ダメ。はい、来ました、これです。テレッ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 テー、ワウ、うわー、リアル93はなんかここにワンハンドに臨む感じの心構えがちょっとイージーだったもん、なんかイージーだったわー、すげえイージー、マジイージー、イージーだったな入りが。じゃあニンニク入れていきます。ニンニクもやっぱイージーだよね、イージーに入っちゃうとイージーになっちゃうから。でベーコンはこの上の方で、でもうゆっくり弱火でチクチクで、で外側から火入ってきちゃうんで、ニンニクちょっとこう入れてあげて、うまくで少しニンニク入れづいてきたら、ベーコンも一緒に炒めてください。なんかカリカリベーコンって感じじゃなくていいと思うんで、でまあだいぶ色づいたらもうレンソーも入れちゃってください。いいんじゃないですか、野菜たっぷりっていう。で軽く塩します。こんな感じで、もうほんとサッとでいいっすよ、サッとで。もううわーいい匂いだな、何なんだろうなこの美味しい匂いって。でまだベーコン残ってる段階でちょっとこれも入れちゃいます、キノコもね。まあちょっと気持ちオリーブオイル足してもいいかも、キノコ入ったから。はい、こんな感じ。ほうれん草とベーコンは、まあ、なんとなく取り出してまいります。これ本当に、ああもうベーコンの匂いがいい感じ。はい、で軽くちょっとキノコも軽くね、火入り始めたなっていう感じで、お水、トマさんコンソメ入れときもいいでしょっていうんで、今日はあの本出し、今日は本出しっすね。醤油ベースだしちょっと和っぽい感じの方がこれは合うんで、まあただコンソメの方がやっぱり美味しさの担保はしやすいから、割と洋っぽい感じのものにはコンソメの方がいいけど、和の方はまあ本出しベースっていう感じのイメージでいいかな。まあ昆布茶とかも美味しいんですけど、ちょっとやっぱ弱いっていうのと、あとたくさん入れすぎるとうまみみたいな感じでちょっと
切れ悪くなっちゃうんで、まあカツオだしかコンソメがいいと思うんですよね。ただなんかコンソメばっかりでしょあいつはみたいな感じでなっても、まあ僕はいいですけどコンソメに失礼かなみたいな、美味しくして何が悪いんだみたいなところもコンソメの主張としてはあると思うんで、まあもうその問題はそう思う人はコンソメ入れなきゃいいだけの話なんで、まあ自分でそういうのはやってください。もうそんなことをいちいち ねコメントしてくるなって話ですよ。そう思うならやらなきゃいいんだから、子供じゃないんだからね。じゃあ入れていきます。結構だいぶうまくなったんで、これほら結構うまくない？まあ折れてるけどね、まあ折れてるね。はい、入りました。火を強くしていこうぜベイビー、火を強くしていこうぜベイビーベイビー。もうみんなの大好きが詰まってるね。つうかさ、コンソメダメなら醤油もダメだろって話でしょ。よく考えたけど、コンソメ何でも入れるんですねってことは醤油もダメだろうが、醤油だと美味しくするんだろ。何やさりげなくるくてれらとえてぷぷぷてれてれれ止まらない。もう今日ずっとやってるからね、今日朝からずっとやってるから、ああ朝からずっとやってるから、ええ感じやな。今これぴったりだと思う。うまっ。そしたらバッグの前にちょっと醤油、はい、で今ちょうどタイマーだったんで止めます。でこれ最後バター入るとめちゃくちゃまたバター溶けて水分出るんでちょうどいいっす。これで合いにいきます。多分完璧完璧。で火一回落とします。これは多分完璧かもしれない。味見の量、完璧じゃん、完璧。本当にこれうまいな。こっからいくよ、この感じでいくよ、この感じでいくよ、この感じでいくよ。背面守り、背面盛り、こっから背面からひねっていくとすごい綺麗にひねれるから、これが今の背面盛りです。こういう風にやりながらこういう風にやっていくともう綺麗に盛れますんで、で必ず、パスタを先に全部持ってきます。では後で、はい、パスタが全部持ったタイミングで合わせた具材をなんとなく全体の山の上に乗せるように広げるように持っていく、持っていくスタイル。はい、完成しました。超ど真ん中ベーコンポパイガリバタ醤油ワンパンパスタ完成です。記念すべき第1フォーク入ります。このパスタ本当に美味しいな。ベースの本出汁とガーリックとバターと醤油、母さん全てが調和していて本当に美味しいパスタになっている。そこにベーコンの旨味ヤバみからのアルデンテ、もうお口の中が最高のエンターテインメントだ。本当にうまい母さん、ありがとう母さん。全てが完璧です。味の濃さ、麺の硬さ、素材の感じとか、これめっちゃうまいっすね。もう王道、王の道ですよ。これ多分
嫌いなジャパンいないんじゃないかな、嫌いなジャパニスタ。うん、相当うまいね。なんかコンソメよりもやっぱこれは本出しかなみたいな、これやってうんっていう人いたら一回事務局に連絡もらっていいですか。ワンパン事務局に、日本ワンパン協会事務局にちょっとここまで連絡ください。すっげえうまい。うん、意外と味が強くなくてうまい。これが喫茶店で出たらもうその喫茶店日本一になっちゃうかもしれない。なんで全国の喫茶店の皆さんどうぞ、レシピはみんなのもの。そんなわけで最高にみんなが好きなど真ん中な、ベーコンポパイできました。まあエビ入れてもいいし小松菜入れてもいいし、まあチキンでもいいし、まあちょっと粉チーズかけてタバスコかけてもいいしみたいな、もう最強に何やっても美味しいパスタなんで、椎茸入れてもいいし何でもいいんで、みんなアレンジしがいがあるんでどんどんやってどんどん美味しくなっちゃいましょう。それではまた会う日まで、またねー、あっす。